オープニングでも触れたんですけども、はい、今の時期が一番寒い季節、大寒なんですよね。そうですね。この時の寒さ対策いろいろあります、はい、あの美和子さんは重ね着とか最高何枚ぐらいされてます？いつも4枚着てます。4枚ですか？はい、私はねヒートテックの2枚重ねをしますね。はい、もうなんならダウンの重ね着もプラスします。はい、なんかあの体の脂肪が多いんですかね。そうね、逆に筋肉が少ないのかな、ちょっと分かんないですけども、はい、たくさん来ちゃうんですね、寒がりなんです。はい、他にどんな寒さ対策されてます？あ、私はまた衣服ですけれども、うん、必ず首は隠すことにしてます。首？はい、私はあの加湿器を使って室内の湿度を上げることにしてるんですね。はい、他にはカレーをイメージするとかね、はい、辛い食べ物を思い出すと顔だけでも熱くなる気がするじゃないですか。あ、そうなんですか、ね、そんな辛いの食べたことないから、はい、まあいろんなね寒さ対策があって体を温める方法があると思います。はい、まあ、寒さというのは体を温める方法で、まあ、怒るっていうのがあるんですね。はい、人は怒ると頭から湯気が出るっていうじゃないですか。ね、怒ってカッカすると熱くなります。でもこれはさすがにおすすめじゃないですよね。はい、周りで、雰囲気悪くしますから、まあ、人間関係にも良くないのでおすすめじゃないです。他には過去一番恥ずかしいことを思い出すっていうのもあるんですね。それ寒気がしませんか？いや、顔が赤くなりますよ。はい、でまだね怒るより恥ずかしくて笑える方が自分も周りも温められるかもしれません。はい、ただ過去を思い出してね落ち込みたくなくなるので落ち込みたくはないので、はい、まあ、笑えるネタを思い出す方がいいかもしれません。はい、でもこれには私のプライドが邪魔してねそんな恥ずかしいことを口にしたくないと思っています。まあ、考えているだけでもいいのかもしれないですけども、はい、まあ、そうなるとやっぱりゴスペルですよ。はい、思い切りゴスペルを歌うと体が内側から熱くなる経験を私は何度もしました。ゴスペルの力ってすごいんですよね。はい、自分の内側から熱くなります。なのでおすすめなのはゴスペルです。はい、ゴスペルの歌詞が前向きな言葉なんですよね。はい、自分が愛されていることを感謝するとか人生のどん底人生の深みから引き上げられたことを感謝するとか、まあ、ジーザスが引き上げてくださったことを感謝したり神の守りが私にあるというふうにゴスペルの歌詞では歌っています。はい、そしてこの言葉を口にすると私の胸が熱くなるんですよね。はい、これが一番のおすすめの温まり方なんです。はい、怒りで頭が熱くなるよりも恥ずかしくて顔が熱くなるよりもゴスペルで胸を熱くするのが一番素敵だなというふうに感じています。これからもゴスペルで胸を熱くして1年で一番寒い時期を乗り越えたいと思っています。